おはよう。おはようございます。今日よろしく。何するんですか。話聞こうと思って。さあ、というわけで本日のゲストは元さくらんぼブービーの木村啓太さんです。お願いします。最近は何してんの？最近は、自分の会社を2年ぐらい前に作ったんですよ。で、制作的なことやってます。そのネット配信系の仕事とか。ほうほうほう。撮影、編集とか、そういう仕事をやってます。ああ、結構、まあ、裏方を広くみたいな感じ？ああ、そうですね。はい。それでか、なんかちょっと、しばらく見る間に、ちょっとタランティーノみたいな顔してるもんね。タランティーノは前から言われてます。どっちが言うたら洋風の顔やもんな。あんまりもう表に出ることはやってないの？表に出ることやってないですね。はい、一切出てないです。で、まあ、昔、さくらんぼブービーやってて、あれがもう99年結成。そうですね。まあ、実際98年かな？本当は98年ですけど。ぐらいからちょこちょこやってたみたいな。あ、そう、素人ライブには出てて。あ、なるほどね。はい。で、99年、2000年ぐらいにサンミュージック入ったんだと思います。そうやね。多分、はい、俺らと時期的にはほぼ一緒やったし。99年、2000年ぐらいですよね。うん。そんなもんですよね。そう、99年ぐらいにビタミン寄せで見た覚えあるもん、俺。あ、じゃあ、ブービー。藤井さん的にはどう見えたんですか？あの、僕が見えたって。あの、衝撃的やったよ。あ、そうなんですか？もう覚えてるよ。ビタミン寄せ自分が出てない時に見学に行って、はい。あの、飛び石連休組むか組む直前かぐらいの時に、それこそあの、チャイルドマシーンの山本と見に行って、で、あの時にあの、ショートコントの世紀末っていうやつを、あの、はい、バコ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 みたいな筋肉。ああ、よく覚えてますね。あれをやって、みんな大体さ、はい、ビタミン寄せって、まあ5分とか長い人は、まあ、10分弱ぐらいあるやんか。はい。でもあれ、1分半とかそこらでしょ。ああ、そうですね。うん。そこらでバーンやりきってさ、ボカン笑いとって帰っていったからさ、はい、すげえ奴らが現れたなと思って。これめっちゃ覚えてるよ、俺は。藤井さんがいつ普段、僕らのことどう思ってたんだろうなって全然知らなかったんで。いや、やっぱり自分らの、俺のやらないことをやってるから、やっぱそこはちょっと、いや、いいなと思ってる部分はやっぱ少なからずあったよね。だってまあ、真逆っちゃ真逆じゃない。そうです。そこはやっぱりどうやって思いついてんのかなみたいなところもあったし、ネタを。あの辺頃のネタは、サラリーマン時代に電車に乗ってる時によく考えてたんですよ。電車乗りながらずっと考えてる。鼻取れてそれで将棋させてたかもしれないとか。あったねそういうのは、そう、通勤通学の時に考えてました。あ、じゃあ何高校出てちょっとサラリーマンやってたんや。そうです。ちょっとだけ専門学校行って、で、サラリーマンです。まあちょっと、本当にちょびっとだけですけど。じゃあ、最初芸人始めた頃がちょっと、時期的に被ってたってこと？そうです、そうです。あの、土日だけ、あの、ライブ出たりとか。へぇ、その素人ライブでしたり、ゼロワンライブとか。ああ、はい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 。あの、殿様ガエル甘ガエルとか。あの、ドブリ、コアとか。いや、ね、殿様ガエル甘ガエル。今のゲッターズイーダね。あの辺と一緒に出てました。あの、素人ライブ。ああ、それがまあ、98年、99年頃ってことね。ああ、そうです、そうです。で、まあ、じゃあ、お笑い一本でやろうと思って、サラリーマン辞めたわけ？もともともうお笑いやることは決めてて、あ、そうなの？家出る貯金貯めようっつって、家事と、ちょっとだけ働いて。うん。で、ちょっと貯金してて、貯金して家出たんです。あ、そうなんや。普通、バイトで貯めるけど、社員で貯めたんやな。そうです、そうです。それ親に対する建前もちょっとあそうか、そうか。はい、まあ、家事は高校の同級生やもんね。そうです。で、結構、お笑い始めてから、トントンと露出とかもあったやろ。そうですね、早かったですね。早かったよね。もう2、3年目で、うん。もうなんかすぐテレビ決まってみたいな。CM か。あ、よか。松本清や。はい、早かったですね。あれ、まだ2、3年目や。はい、もう簡単だなと思ってました。お笑い簡単。あの、ダンディさんの前やもんね。そうです、そうです。あの、もう本当に、ミッチーと山口萌えちゃんの後ですね。全然跳ねなかったやつ。それはお笑い簡単やと思うやろ、そら。思いましたよ。カジももう借金まみれ、僕、俺もですけど、CM 決まってすぐ、いろんなもう、消費者金融で金かけて、もう、借金まみれでした。
儲かることを見越して。ああ、もう売れたわ。でもその後もさ、まあ、うん、笑いの金メダルとかで結構コンスタントに出たりとか。そうですね、笑い、ただ、やっぱ今思うのは、うん、早すぎちゃって、なんだろうな、平場とか、うん、本当平場じゃないですか。そうやな。平場ゼロなのに、喋んのダセーとか言い訳しながら喋んなかったんですけど、うん、ああ、そう。うん、まあ、周りが強かったのなんだろうな、周りみんな先輩だったんですよ。その、劇団ひとりさんとか、うん、長井さんとか、藤原さんとか、うん、アラビがなんかその辺の人たちの中に入れられてて。あの辺はもうキャリア積んだ後に出てきてるもんね。はい。喋れなかったんですよ。入れないっていうか、もうビビってましたね。入れねえと思って。あ、そっか。だけどそれを言い訳してましたね。喋るのダセーとか。じゃあネタで出てきたけれども、ちょっと平場ではあんまりその力発揮できなくて。そうですね。だからトークライブをいっぱいやろうというのは、その頃、うん、すごく思っていろいろやってました。自分がじゃあ一番良かったと思う時期はいつぐらい？ああ、でも本当に乗ってたのは笑いの金メダル何回も出させてもらって、営業があって、CM もちょんちょん決まってくらいの、まあ、あの辺の時期ですかね、一番乗ってたのは。2004年とか5年とかその辺かな。ぐらいですかね。5、6年かな。単独ライブやらせてもらえたりとか。その頃は調子良かったと思いますね、自分の中でも。そっからさ、まあ、2009年の12月に解散ってなってねんけど。まあほら、最初は簡単だなと思ってたわけじゃない。いや、まあでも、やっぱ、うん、うちの事務所って営業強かったじゃないですか。当時な。うん、やっぱ営業で食えちゃうと、やっぱ、ネタ作りがおろそかになったりとか、生活がおろそかになっていくじゃないですか。その生活がずっと続くかなと思っちゃうよね。思っちゃいましたね。もう、地方行って夜遊びして、うん、お金もらって帰ってくるっていう生活。だって結構ありましたね。月にいっぱい行かせてもらってましたよね、五郎。そうやな。毎週末な、土日どっちかとか、なんやったら両方とかあったもんね。ありましたね、泊まり。うん、もう俺もよく一緒に行ったけど。はい。これで、まひっちゃったんでしょうね。なるほどな。これでちょっとだんだん、こう、ネタ作りのペースが落ちたみたいな感じ、うん、もうありましたね。あと、やっぱ、家事と一緒に住んでる時の方がネタ良かったんですよね。あ、最初一緒に住んでたのか。一緒に西川口に住んでました。サラリーマンやりながら、家に住んで、で、会社辞めるまでとか、4年ぐらい一緒に住んでました。で、あれまあちょっと小金が入ってきたぐらいからちょっと別々に住み出して。そうですね。うん。一緒に住んでる時やっぱネタ作りも結構できてたんですよ。二人でビデオすぐ撮ってすぐ見てとか。なんかそういうのやらなくなってきて、なんかネタ弱くなってきたなとは自分で感じてたんですけど。あ、自分で感じてないよ。はい。そうですね。残るネタはその頃できたものの方が多いですね。そうね、インパクトの強いネタが多かったもんね。はい。で、そっから、その最終的にまあ解散、2009年解散になるねんけど、うん、まあなんかちょっとそろそろ無理かなと思ったきっかけとかあったの？やっぱこう、人の前に出て何かやるっていうことに向いてないんじゃないかともちょっと思ったりも。あ、テレビに出るっていうこと、なんだろうな。当時まだなんかちょっとまだとんがっていて、うんうん、まだ。例えばテレビ番組で縄跳び飛ぶ企画とかあったんですけど、おうおう何が面白いんだって我々思っちゃっててなんで芸人がテレビ出て縄跳び飛んでんだよとか、うん、カラオケ歌ってんだよとか何が面白いんだっていうのもちょっと思っちゃったり、うん、でも相方は相方でそれでもやっぱテレビで出た方がいいっていう考え方だったりとかちょっとまあ、うん、意見の不一致もちょっとあったりとか。なるほどね。ありました。まあ、だからやってるうちにだんだんちょっと食い違う部分が出てきたのかな。そうですね。はい。うん。今ならその縄跳びとかやらせる気持ちちょっとわかる？わかりますよね、もちろん。あ、わかる。そうや、わかる。やっぱ裏方になったらわかんねえ。裏方、だから本当、うん、こっちが求められてるものを求めるものがわかんねえ。今。めちゃめちゃわかります。その時はわからんかったよな。はい。
なんかあの、虎ノ門の後番組で、ジャガイモンっていう番組が僕、作家デビューなんですけど。あ、あったね、ジャガイモン。うん。はい。あれ、芸人の頃からちょろっとやらせてもらってて、もう後半です。うんうん。で、インカムつけて、あの、スタジオ走り回ってたんですけど、インカムつけてると、客の声っていうか、その、プロデューサーの声っていうか、まあ、裏方さんの声が全部聞こえるわけよね。じゃないですか。うん。それで、まあ、名前言いませんけど、いや、もうこいつ、もうカメラ抜くなよとか、もうこいつリアクションほんと取んねえから、もう抜かなくていいよとか、2回目そこ行かない行かないみたいな、そいつリアクション取んないよとか。とか、なんか、ほうだまあ、なんかゲーム企画とかでも、いやもうこいつなんでマジでやんねえんだよ、みたいなとか。うん、だから、例えばまあ、現役当時の木村とかがちょっと、まあ、尖ってるというか、透かしてる部分があったら、もう全部見えちゃってるんやね。そうです、そうです。うん。もうだから、必要ないんですよ。そういうやつって。なるほど。はぁ、はぁ、はぁ。もう V 見て、その、なんだ、サブ出しって、スタジオで V みんな見てリアクション取るとかあるじゃないですか。うんうん、ワイプでうなずいてたりとか、うん、あれも何もしない人とか、うん、あ結構もういいそいつリアクション取らなくて抜かなくていいとか、そうか、はい、あもう大事なんだなと思いましたね。だからそういうなんだろう、自分の考えた例えばその番組の企画で、うん、タレントがそう思うようにやってくれない時とか、なんだこっつってなるじゃないですか。いやー。だからね、僕思ったのはもう本当に、お笑い始めて1、2年経ったら、一回 AD やった方がいいんじゃないかって、あの、みんな。そうすると、何を欲されてるか、番組で何を欲しいのかが分かるんじゃないかなと思いましたけどね。本当ね、この間、野々村さんいるじゃん、野々村ゆき子さん。はい、はい。に、もうこの企画出てもらったのよ。うん。うん。同じこと言ってたよ。本当ですか。おお。やっぱ当時は自分が現役の時はなんでこんなんやらなあかんねんとか思ってたし、ああやれって言われたことをわざとやらんかったりとかしたし、あでも自分が裏方回ってもう何を求められてるか、なんでこれをやらされたか全部わかるし、あ乗っかっとかなあかんかったっていうの全く同じこと言ってたよ。裏方だとわかるんですよね。あなるほどな。なるとわかる。わかることいっぱいありましたね。そうなんや。はい、でもそれはあれやろ、ちょっと芸人時代とかぶってたわけやろ。もう後半はもう本当に辞めるちょっと前です。いや、それをさ、例えば踏まえた上でもう一回芸人に持って帰ろうとは思わんかったんや。いやー、もう俺は向いてないなと思って。あ、そこはもう自分の向いてないがもう先に来ちゃってたんやな。度胸ないっすね、僕。あ、そっか。度胸、うん、ないとダメですね。あの、思いついてても、うん、あ、これ面白い、今やったらウケるだろうなって思っても、踏み出す勇気ないっすね。あの判断って 0. 何秒やもんな。はい。もうそこちょっと踏みとぼどまった時点で、うん、もう無理じゃないですか。そうやな。はい、やっぱ可能とか見てると、うんうん、すげえなこいつってやっぱ思う。もうほどすぐ出せちゃうじゃないですか。あそこもう全くよどみなく出るもんね。はい。こっからここが。いや、そうなんです、うん。何のストッパーもないもんね、あの人。うん、考えちゃうタイプは向いてねえのかな。速さもありますけど。で、まあまあ、そんなのが積もり積もって解散になったってこと？はい。それはもう、じゃあ、木村が表に出ることから引くっていう。うん、まあ、でも、まあ、解散持ちかけてきたのは火事ですけど、お前、裏方から向いてるよって。あ、そうなんや。はい。火事の方から、まあ、そろそろやめようかみたいな感じ。うん、まあ、二人の中でもそんな雰囲気は出てましたけど。あ、じゃあ、ちょっとずつ二人の間で、まあ、そろそろコンビはいいかなってなってたのが、まあ、それで二人の意見があって解散っていうことかな。あ、そうっすね。簡単に言ったらそうな感じです。うん。それが2009年か。2009年12月とウィキペディアではなってたね。ああ、そうです、そうです。カジノ誕生日です。何やねん、誕生日解散って。バースデーっていう単独ライブ。最後に。ほう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 。はい。それが、まあ、蓋開けてみたら解散ライブですよ。それまでは発表してなかったのかな？そうです、そうです。あ、そうか。じゃあもうその単独ライブで発表したみたいな。あ、そうです。なかなかにお客さんからしてみたらサプライズやったやろ。はい。ええー、はありました。そりゃそうやろ。なんやったらドッキリでやってくれと思うぐらいやろ。うん、そんな残酷なことある。単独ライブなんかファンが集まってんのに。そうです。ええー、だから今日は皆さんの好きなネタ、
やってほしいネタ全部やりますって言って、うん、ホワイトボードに今までの全ネタタイトル書いて、うん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 、結局でもそれやってくれって言ったのはダイナマイトの松田さんと小島しか声が出せるし、あれやってこれやってまあでもファンの人と多分それ意見はほぼ合ってたやろうしな、多分な、うん、まあじゃあそんな感じやったらさ、はい、あのお笑い芸人まあやめて別に今は後悔とかない、別にない、そうなんやな、またちょっと舞台立ちたいとかなっていう感覚もないんや、あ、ないんやな、ないっすね、いやまあなんか、いや全然お金いっぱいもらえないならやりますけどなるほどな、別に絶対に舞台に出ないって決めてるわけじゃなくてっていうことか、もう営業決まれば全然行きます営業ちょっと大きいもんな、営業決まれば行きます、あ、そこなんやな、そこのこだわりとかはないんや、別にないですよ、そこはだけど自分が楽しければいいっていうところか、あ、そうですね、じゃあ、まあ、さっきもちょっと触れてて重複する感じになるかもしれないけど、自分が芸人現役の時にさ、もうちょっとこういうことやっときゃよかったなみたいな後悔はある？いや、まあ、あります、あります、それはやっぱり喋り、うん、トークって結構難しくないですか、その難しいね、自分のスタンスを作るというか、うん、このパターンというか、あの自分の、うん、藤井さんもそうですけど、うん、俺とか藤井さんとか、うん、平和さんもかな、うん、結構自分のスタンス、うん、オールマイティに喋れることは多分できると思うんですけど、うん、キャラ付けというか、あの大きな武器は持ってないよね、あ、そうだそうだそうです、まあよくネタ作ってる方に多いんですけどあの刺さる刺さる、難しくないですか、わかるわかる、言ってることわかるよ、はい、恥とか岩見とか、まあ、シローさんもそうですけど、うん、このパターンのトーク作りやすいんで、なんだろうな、うん、まあ、例えばさ、俺とか木村とかさ、何かしらでそのトークとかで70点取ることができても100点120点の爆発力を持たないみたいな、あ、そうですそうです、うん、ポジション作りというか、うん、キャラ作りというか、まあ、簡単に言うと、うん、それが取りづらいと思うんですよね、私たち、そうやな、うん、スタンス作りづらいというか、うん、そのスタンスをもっと本当は若い頃というか、あの、うん、若手の頃から意識してやってれば、うん、よかったな、みたいな。今は自分がこのネタ見せとかよくやってるんですけど、うんうん、若手と絡むとき結構、うん、バカで、自分バカで喋れるんですよ。あ、なげるーとかこう、ふざけた喋りできるんですけど、うんうん、ねーるーとか、うん、でも若手の、自分が芸人で若手の頃ってそんなこと絶対やりたくなかった。やってる絵面が想像できないわ。はい。だそれやっときゃよかった。別にやってよかったじゃんって今思う。です。あ、意識して嫌がってたんですけど、別にそれ嫌がる必要なかったというか、自分はこうっていう壁をきっと作ってたよな。あ、そうですそうですそうです、うん、もうそのダサさがあったんですよ。あ、それってすごいダサいじゃないですか。でもそれって当時はかっこいいと思ってたことじゃないですか。そうなんそうなん、うん、多分でもそれって時代だと思うんですけど、うん、おうおお、大昔っていうか、まあ僕らがその若手でテレビこう出れたって時って結構潰し合いじゃありませんでした、うん、いや、そうやな、はい、蹴落として蹴落としてやな。そうです、今は結構協力体制の芸人のこの世界のスタンスになってるけど、特にな、今のひな壇とか見てるとそうやもんな、はい、当時ってちょっと喋っても潰される感じのやりとりが多くて、だからそうなっちゃってたんだと思うんですああ、はい、そうやな、当時はな、誰かがパーって受けたら、いや俺もこんなんありますよみたいな、いや俺もありますよっていうので、はい、今は、今は1個受けたらちょっとそこに乗っかってあげたりとか広げてあげたりとかやけど、当時はそれぞれが持ってきて出すみたいな感じだったもんね。だからそれやったからかもしれないです、そのバカができなかったのああ、そうか、だから、うん、後悔といえばもうそれ最初からずっとやっとけよとは。なるほどな、はい、ネタの時のキャラもあるじゃない、はい、どっちかというと木村はさ、すごいちょっとまあクールというか本当にこう無感情でいて、で火事の方が突然爆発するみたいな、はい、やっぱそこのキャラクター付けもあったもんね。そうなんですよ、だから絶対死にたいなんですよ絶対この、でもいや一個思えば、うん、そう、もちろん振り分けなきゃ見やすくないんですけど、うんうんうん、どっちがあってもよかったかなっていう気はします。なるほどね、はい、
別にやろうと思えばやれたなっていう気はします。ああ、じゃあ自分で決めちゃった枠にとらわれすぎてたんや。うん。まあ、カジノキャラクターが好きだったんでしょうね。ああ、なるほどね。はい、ガリガリの見た目のあの気持ち悪さ。うん。動かしている感じが良かったんですけど。うん。まあ、そこも好きだったんですね、あの、見た目が。まあ、でも、実際ね、面白かったし。当時、ほら、結構、独特やったじゃない、サクランボブービーとかコンとか。で、まあ、いろんなな、ちょっと新しい試みもやってたじゃない。あのカメラのアングル変えてとかさ。ああ。上から撮ってとかさ。あれは、最初は、バックアップっていう。うん、あれ、バックアップか。フジテレビの番組です。うん、出た出た、俺も出た。うん、あれで、プロデューサーのさん、うん。偉い人でも。うん。すげえ気に入ってくれて。うん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 。で、小林さんのとこに来て、うん。さくらんぼブービー、面倒見させてくれって、個人的に言ってきたんです。で、もうそんな絶対売れなあかんやつやん、それ。そうなんです。うん。で、お前らはこれからちょっと、おすぎとピーコさん、MC の、おすぎさん、岸田健作さん、うん、の後ろに座ってもらうっていう感じになった。あ、そうやったっけ？そうなんです、本当は。でも、オスピーさんに、シャープ1、2かな、うん、の動画見せて全くハマんなくて。いや、その、多分、そのプロデューサー的には、ハマると思ったんでしょうね。だって、あの時な、オスピーさんにハマったのは三平と、あと、オジンオズボーンの篠宮やもんな。あ、篠宮、あ、はい。で、結局、それ後ろ座ることなくなっちゃって。あ、結局、じゃあ、あの、まあ、いわば、オスピーさんのゴーサイン出なかったね。それ座ってたら、ちょっと未来変わったかな。あ、どうでしょうね。まあ、深夜番組ですもんね。うん、でも、まあ、見てる人多かったと思うよ、あの番組。ああ、へえ。あれ、あそこで、プロデューサーのその方が、毎回、毎週宿題出してきてたんですよ、僕ら。で、カメラ使った変なネタ考えてこいとか、毎週なんかいろんな宿題出された中で、それで頑張って毎週作って提出してた中のやつが天井からカメラ投げてとか、カメラドアップバーンって出てきて、遠近法のやつとか。うん、覚えてる覚えてる。実験的なやついっぱいなんか作りましたね、その時。あ、その時やったんや。はい。でもまあ、ひょっとしたら時代が早かったのもあるかもね。今ならさ、簡単に自分たちでパソコンで加工とかもできるような時代じゃない。いや、それはちょっと思いました。当時はさ、そんなことを素人が簡単にできなかったでしょう。はい。うん、今なら例えば木村がネタ作るとしたら幅も広がったかもね、もっと。それは思います。みんな、もっと面白いことできるのに何でやってんだろうと思ってます。あ、本当。はい。なんかそういうのはやってないの今、例えばそういう加工とか使って動画、面白い動画アップしたりとか。やってないっすね。もう、仕事受けてるだけです。いや、寂しい、寂しい言い方すんなよ。いや、まあでもその、今舞台やってるんですよ。ああ、そうかそうか。若手集めて。うんうんうん。若い作家にも協力してもらったり。うん。まあ、舞台作ってるんです、うん、お笑いはなんかその辺で、なんか解消してますね。お笑い。なるほどね。そこで自分のあの、クリエイティブなところを発散してるんやな。クリエイティブになってるかどうかあれですけど。うん。まあ楽しいですね、この、うんうん、大喜利してんのは。ああ、そうかそうか。なかなか大喜利する機会ないと思います。ないよね。うん、そういうのは好きなんやな、相変わらず。好きですね。うん。え、当時、さくらんぼブービーのライバルとかいたの？あとまあ、面白いな、この人と思ってた人とか。いや、でも、必ず僕らのトークライブに出てもらってたのは長野さんとザコシショウです。あ、そう。長野さんとザコシショウパックで僕らのトークライブ毎回出ました。まだ二人ともアンダーグラウンドの頃ね。全然アンダーグラウンドです。うん。で、だから長野さんにはこのネタやってくださいって注文つけてました。だから俺、長野くんのことを初めて知ったのは、はい、火事からの情報やったもん。長野さんって知ってます？めっちゃ面白いですよ、つって。俺、それまで全く知らなくて、ライブで一緒になったこともなくてさ。はい、はい。初めて見たときに、なんだこの人と思って。面白いよね。面白いです。まさかそのアンダーグラウンドの帝王の二人があんなにメジャーになるとはね。いや、そうなんですよ。だから、やり続けるって大切だなって思いました。何がきっかけなんやろうな。やっぱり衣装とか綺麗にしてからとかなんかな。うん、だと思う。あ、
僕そ、ちょうど長野さん売れるちょっと前に、うん、もうグレープネタ見せしてて。あ、そうなんや。で、一緒になんか ネタ作りとか、まあネタ作りとか、ちょっと手伝ったりしてて、単独ライブとか、うん。で、思ったのは、あの、歌、歌ネタなんじゃないですか、うん。ラッセンのやつ。ラッセンのやつね。うん。歌で頭とケツ挟みましょうっていう。歌が一番ポップなんで。歌で挟んで、あ、間は好きなことやってくださいって。僕の考えで、カジ君だよね、挟んで。うんうん。中は好きなことやって。同じ形で中田さんに毎回ライブ出てください。でも確かにあの歌やり出してからやもんな、メジャーになったの。いや、一番わかりやすくないですか、中田さんのネタの中で。うん。あの人の狂気も出てるしな、ちゃんとそこに。で、まあ、あれやもんね、桜もムービー自体はちょっと再結成で舞台立ったりとかね、2014年に。聖子さんです。うんうん。聖子さんにやれって言われて。そこの抵抗は別になかったの。まあ、やれって。別に。あ、そうなんや。この後 TBS のなんか、ネタ番組出ますね。エプローラー。ああ、はい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 。エプローラーで、なぜかレジェンド芸人と。ネタやりました。いや、でもインパクトは残してると思うからな。特に、あれか。まあ、またやってるけど、また言われたら出るし。別に言われなかったら特にこっちから動かないしみたいなことかな。あ、そうです、そうです。別に二人でなんか集まってなんかやってるわけでもないし。そうやんな。連絡も年一ぐらいしか取ってない。あ、でも年一は取ってるんや。誕生日おめでとうぐらいです。それはあるんやな。誕生日おめでとうは、なぜか、なんででしょうね。高校の時はずっとそれはなんか、うん。やってますね。あれ、お互いの結婚式に行ったりとかそういうのね。ああ、はい。カジノ、行きました。結婚式、披露宴。うんうんうん。僕はやってないんで、メールだけ送りました。はい。そうかそうか。まあじゃあ、高校の同級生としてのつながりはまだあるんやな。そうですね。彼は、同窓会とか絶対行きたくねえって言ったんですけど。うん、うん。俺が同窓会行ってるんですよ。うんうん。うん、それ聞いてから、俺なんで呼んでくんねえのって言い始めた。そろそろ呼ぼうかなって思う。じゃあ、今も若い芸人とかいっぱいいるしさ、あと自分もネタ見せやってるじゃない。はい。なんかアドバイスとかある？まあこれずっと言ってるんですけど、うん、僕らがそういうテーマでやってたんですけど、うん、誰かがやってたっぽいことをやるのやめようよ。このボケのパターンとか、このネタの感じ見たことあるなと思ったやつやめないかって思う。あでも、それ難しくない？難しいんですけど、結果ね。例えば若手でベテランのボケとかぶってるようなボケ持ってくる若い子とかいるじゃないですか。うんうん。それやって、お前その上のその芸人勝てると思ってるんだって。だったらそのベテランの方のボケとか確実に面白いし。うん。技術も違うしな。技術も違う。だから、それをもっとひねんないとダメなんじゃねえの？って思ってうん、ああそうか、そうやな。ありがとう、いろいろお話聞かせてもらって。いやいや、めっちゃ面白かった。うん、本当ですか？うん。いや、俺自身がこの企画を好きやっていうのもあるけど。うん。で、すごい雑な話になんねんけど、なんか言い残したことある？特にないっす。そう、ないよね。うん。だいたいみんなにないって言われる。ああ、まあ、脆弱な YouTube チャンネルやけど、もし告知とかあったらさせてもらうから。まあ、僕がやってる劇団。ギガンティックシアター？ギガンティックシアターの公演が2021年の3月16日から。うん。多分お客さんの席を間引いて。うん。下北劇地下リバティで。うん。思います。うん。ありがとう。すいません、ありがとうございました。うん。というわけで、今回のゲストは、元さくらんぼブービーの木村啓太さんでした。どうもありがとうございました。